皆さんこんにちは。三陸大船渡にあります、カレー専門店カフェドカレー小鹿の鈴木です。小鹿は、2011年の震災で、市内にあった2店舗がどちらも、被災してしまいました。震災後すぐに地元の飲食店の方々と、炊き出しの活動を行っていました。2011年の7月に本店の営業を再開し、2015年に大船渡市内に2号店を再建して営業スタート。今年の6月で丸6年になります。震災を乗り越えて小鹿の味を皆さんにお届けしたいという思いでお店を再開しましたが、その思いをこれからも忘れずにカレーを作っていきたいと思っています。お食事を通して楽しい時間や場所を提供できる、そんなお店でありたいと思ってます。当店の商品はネットからでもご注文いただけます。三陸の美味しいものをぜひ皆さん食べに来てください。